新型のビーアーゼントになってもそれは変わっておりませんでした。山内秀樹、今ライバルたちの横目にゆっくりとオールポジションの位置にマシンを送りました。スターティンググリッドオールポジションにマシンロックオンです。さあ、この後 GT500 カラッパー64番のモデューロ LSF、 こんなユーザーの方もいらっしゃると思いますが、さあ、その伊沢拓也、本田博君にスタートから伊沢拓也選手が今 GT300 を組んでる車両を持つキー GT500 ドライバーを横目に戻ってまいりましたよ。たくさんの温かい拍手のありがとう。そして今サーキングリフトにマシンをロックオンさせました。2000